ユーリー・ダニーロビチ、または、ゲオレディ・ダニーロビチは、モスクワ大公、ウラジー・ミル・スーズ・ダリ大公。ウラジー・ミル・スーズ・ダリ大公としては、ユーリー三世。ユーリーは、初代モスクワ大公、ダニー・ル・アレクサンドロビチの長子として生まれた。歴史に記載された彼の行動として、最初のものは1303年に、ウラジー・ミル大公、アンドレイ三世のペレスラブリザレスキー攻撃を阻止した。 ことだった。翌年にアンドレイ3世が亡くなると、ユーリーは、ウラジーミル対抗位をめぐって、トベリコを、ミハイル・やロスラビチと争った。当時のロシアで、一般的だった、年長制に加え、シチダ・ニールが、同対抗位につくことなく揮をしていたため、ユーリーの要求は正当性に難があった。トベリ軍が、ペレスラブリとモスクワを包囲した後、ミハイルは、 緊張韓国まで出港して、ハーンの特多により、ロシア諸公の間で最高の地位にあることを認定された。同時期、ユーリーの指示により、元リャザンココンスタンティン・ロマノビチが殺害された。コンスタンティンは1302年にユーリーの父ダニールに捕らえられ、それ以降モスクワで投獄されていた。この暴挙にリャザン公国が驚いている間、ユーリーは公国のコロムナ要塞。 および、スモレンスク公国のモジャイスクを、モスクワ大公国に併合した。ユーリーは1314年までにキエフ及び、全粒子の不主教を、ペトルの指示を得て、ノブゴロド公国と、タイトベリ同盟を結成した。こうして、準備を済ませたユーリーは1315年に、緊張韓国へ行き、2年間止まった後ウズベク半島の同盟にこぎつけた。同盟によりユーリーは、 ウズベクハンの妹クンチェクと結婚、ウズベクハンはミハイルを排して、ユーリーをウラジーミル大公に任命した。ユーリーはモンゴルの大軍と共にロシアへ戻ったが、彼はトベリとの戦いで敗北して、妻クンチェク、兄弟のボリスと共に捕虜にされた。ユーリーはノブゴロドへ脱出して和平を訴えたが、クンチェクはトベリに泊まり、そこで不良の死を遂げた。 ユーリーは彼女の死による混乱に乗じて、ウズベク藩に彼女はミハイルの命令で毒殺されたと報告、とベリとミハイルの二人がさらに召喚され、裁判の後ミハイルが処刑された。1319年、ユーリーはロシアへ戻ったが、彼はこの事件でルーシの諸侯と大衆に嫌われた。彼はロシアからの風情を集めるよう命じられるが、ミハイルの息子、 ドミトリー・ミハイロビチは彼に抵抗し続けた。1322年、ドミトリーは父の仇を討つために、サライへ向かい、ウズベク藩に、ユーリーが、ルーシからのグゼに手をつけていることを報告した。ユーリーは裁判のために召喚されたが、彼は裁判が始まる前に、ドミトリーに殺された。ドミトリー自身も8ヶ月後に処刑された。死の直前、ユーリーは、ノブゴロド軍を率いて、 スウェーデンと戦い、ネバ川の河口で要塞を築いた。1323年8月12日に、ノーテボリ条約を締結した後、ユーリーはそのまま東へ向かって、ベリキーウスチュグを征服した。ユーリーの死後、モスクワ行為は、弟のイヴァン一世が継いだ。ありがとうございます。